田田中みなあったかタイム本日のゲスト福田彩乃さんですよろしくお願いします去年の4月に出てくれた時には、うん、あのフットボールアワーの後藤さんに「うん、福田お前老けたな」と言われてその話したそう<私>でなんか美容に目覚めたみたいなあそんな話したわ目覚めたんだけど、うん、なんかメカブとか納豆食べてるっていう <laughs> ちょっと若干 <laughs> インナーケアの方向だったかないやもちろんいいんだけどさ「うん、老けたな」って言われて「じゃあメカブ食べよう」っていう発想にはなかなかならないっていうか <laughs> まあね言われたんだよねそう収録の時に「お前老けたな」って言われてすっごいショックで、うん、しかもその時まだ30になってなくてショックだねあれ今いくつだっけ30になっ今30うんで今年31になるんだけどその後藤さんとの収録の時はまだ29だったのうん すごいショックで。まだ20代なのにと思って。いやでも私も年上だと思ってたからな、あのちゃん。<laughs> ずっと言ってたよね、うん、それ。<laughs> 何なんだろうね。でもね、中学の頃から言われてた35持ちって。そうよね。<laughs> ひどくない顔立ちが割としっかりしてるもんね。<laughs> うん。あとさ、私よくさ、なんかこう怒ってるとかって言われるの。ああ、そうね。なんかあんま、こう、なんだろう、う笑ってないっていうか。うん。顔が無だよね。そう、顔が無。<laughs> <laughs> そうそう。だからなんかちょっとこう怖がられるっていうか。あいのちゃん愛想笑いしないからじゃないああ、そう。私、ね、面白くないって思ったら面白くない。から、<笑>,笑えないんだよね。そこよ、多分。なんかさ、だからさ、女子会とかってすごいなって思うの。ああ、久しぶりー。そう。私それができない。うん。できないよね。久しぶりー。そう。ってなっちゃう。<laughs> うん。久しぶりって仏頂面で言われるとその後が続かなくなっちゃうから、か女子会って。だから行かない。 だよね。確かにも私もやのちゃんも理由は違えど、あまり女子会というものには参加しないタイプかもしれないですね。私、みなみちゃんすごい言ってるイメージだった、最初。でしょうん。呼ばれないもん。そっち。でも、呼ばれできるんだよ、私。久しぶりみたいな、こう、ねねねねってできるんだけど、できるできる、できるし、それもそれで面白いんだけど、でも、なんだろう。うん、居心地は良くないかな。 なんかさ、この、上辺トークというか、うん、なんかこう中身のない話ってさ、面白くなくない、うん、女性が3人以上集まると、もしくは4人以上集まると、同じ意見。大体いい本音が出ないよね、うん。そう。だから2人はやっぱりさ、もう2人のことだから話すのが、うんうん、だんだんこう腹割ってさ、ね、話せるようになるけど、そ,ね、そこに1人加わると、もう3人ってなったら、 絶対2対1になったりするから、うん。ちょっと探り合いも出てくるしね。この子どこまで言うんだろうな。うん、それによって私の出方も変えようっていう。そこの駆け引きありますよね。だからそれがすごくめんどくさいから。これなかなか男子には理解してもらえないポイントなのかもしれないね。うん、そうなんですかうん。あ、一緒一緒男の人もそうへえぇー。えー、意外。男子も3人になったらちょっとあれみたいな。踏み込んだ話しない。 まあ、<ー>うちのディレクターさんは特にちょっと女性らしい部分を持ち合わせていらっしゃる繊細な人だから。<laughs> 繊細な方そうそう,そう,そうなんですね。ね最近、ね、なんか、ドラマとか。あ言、うん、ったじゃんっ <laughs> ていうか私、その話いただいた時、結構すぐぐらいにあえのちゃんに言って、どうしようって相談して。うんうん、ウィルの散歩しながら話したね。そう,そうそうそう。で、ほら、あえのちゃんドラマもやってるじゃない、うんうん、だから、 しかもそもそも本業じゃなかったわけでしょドラマとかが。うん、なのに、それをやって、うん、しかも、最初から卒なくこなせてるというか。いや、全然。なんか大体さ、初めて、その、女優さんとかじゃない違う分野の人がドラマをやるってなると、叩かれたりもするじゃない、うん、それが一切なかったから。うんうんうん、え私めっちゃ叩かれてるよ。あ、そうだったの <laughs> 全然知らなかった。<laughs> すっごいもう、だから最初がこう、モノマネで入ってきてるから、うん、で、割かししかも、その、お芝居やるのも早かったの。 いつだったのだからモノマネでこうちょこっとテレビ出させてもらうようになってから、うん、もうそんな数年ぐらいですぐそういうお芝居とかをやったからだから何女優面してんだみたいな感じだった。うん、でもそれはね結構私も 悩みというか。え<の>言われるの南ちゃんって。違うのあのね制作発表があったわけですようん、うん、ドラマの、ね。ああの衣装と髪型すごい可愛かったありがとうあの片腕出て,てるやつね。た肩が出てるやつ。うん、そうあれの時に女優前としてその他の演者の皆さんと一緒に座るのもなんかちょっと違うなって思ったし、うん、かといってじゃあ あの女優の田中みな実さんですって言われた時に「いや違います違います」っていうのも共演者の方々に失礼だし、うん、じゃあこれどういう立ち位置でいればいいんだろうと思った結果、ねうん、もう声も手も震えちゃって <laughs> なんか自分の立ち位置とか何者なのかっていうのが分からない状態で人前に出るとああなっちゃうんだっていう恐怖でしたそう立ち位置分かんないよね分かんなかっただから私はまあ役がそういう役が多かったっていうのもあるんだけど、うん、もうずっとおちゃらけてた うんもう現場でもものまねやったりとかしてそう,かそうそうなんかこうスンって座るんじゃなくてうん、うん、もう結構ワチャ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 やってでそうすると結構こう女優さんとかもなんか楽しんでくれたりとかしてでなんかそっからこう仲良くなったりとかものまね芸人さんとに、うん、芸人さんは違うのちなみにこれね違違ううんだよ、ね、ジャンルとしては違う でモノマネの方をモノマネ芸人さんって言っていいのか、うん、モノマネタレントさんなのかってそこが難しいよねそこの戦もまたあるじゃないそううんそこもすごく難しくってだから私は今までちゃんとこう肩書きをつけたことがなくて自分にそうですよね多分前回出ていただいて1年前に肩書きがわからないってその作家さんが言っていて、うん、どうする、うん、って言ったら「いや私そういうの わかんないからいいよなくて適当でいいよってあのちゃん言ってたんだけど、うんうん、なんか確かに肩書きって必要ないと言えばないし、でもわからない人にとってはどんな人なのっていうので、ね、一番わかりやすい形なのかもしれない。形容するね。うん、だから、どうなんだろうね。マルチタレントって言うわけでもないじゃないだからと言って。なんかさマルチタレントって言うとすごい聞こえよくないうん、聞こえいいかなマルチタレント、私マルチタレントですって言うとさ、あ 何でもできちゃうのね、みたいな。そうね。確かさ、聞こえいいじゃん。私、マルチな才能を持ってるのと一緒だもんね。マルチなタレントってそういうことだもんね。だから、マルチタレントとも言わないし、私は。難しいね。だからといって、福田彩乃です。私は肩書きなくて、福田彩乃ですっていうのもさ、気持ち悪いじゃん。かっこいいよね。私に肩書きはいらない。唯一無二の福田彩乃です。だから、それが言えるぐらい慣れたらかっこいいけど、なんかそういう感じでもないなって自分で思ってるから、 なんかもうその時その時で結構肩書き変えてるかも。うん。私はね、タレントって書かれるとちょっと嫌だなって思う。えだから、うん、あくまでも結構そこはフリーアナウンサーって書いてほしいなって思うんだけど。あそうなんだ。でもまあ、あの、なんていうの、番宣で、今、バラエティ番組とか出させてもらうときに、女優のみたいに言われると、うん、まあ、そもそもいじられてる感はあるよね。 なんか、あの、アナウンサーで言ってんのに、うんうん、あ、女優の田中みな実さんです。いや、違う、違う、違うっていう、なんかそのひとくだりがあるんだけど、うんうん、でも、あまりにも、違う、違う、違う、そんな女優じゃない、女優じゃないとかって言いすぎると、うん、じゃあ、同じ土俵で一緒にやってくれてた女優さんに、すごく失礼だなっていう。そうかなうん。女優じゃないですって言いすぎると、それはそれでなんか起用してくれた方にも失礼だし、 なんかそこすごい難しい。難しい。アナウンサー役じゃないし。で、自分がもしその、今芸人さんでドラマに出てらっしゃる方も多いじゃない妹彩子さんとか、ババソノさんとかアジアンの。とかって、なんかこう、割とコメディ要素の多い役をやっているけど、今回に至っては私、女優の役をやってるのね。一人だけ女優じゃないのに女優の役をやるのね。っていう、そのなんかこの違和感もあったりとか。 もういいんじゃない女優で。やめてやめて。いや、それは、<laughs> だって、女優さんが、女優さんとは名乗れないと思った、やっぱり。そう、だから私も、そのさっきのお話戻るけど、モノマネタレントかモノマネ芸人かっていうのもあるけど、私はモノマネ芸人って名乗るのが、うん、なんか失礼だなって自分で思うの。その芸人ってつくことが。芸人さんに対して失礼すことそうああ、なるほど、ね。でも、そうやって言うと、お前芸人って言いたくないだけじゃないのっていう言われ方もするわけ。 うん、なんかさ、うん、ざっくりだけどやっぱさ世間的にはさなんかこうやっぱアーティストの人とか、うん、女優さんってなんかこうちょっと憧れの存在みたいな、ね、でもさ芸人さんとかってさこうよくも悪くも近い存在だったり、うん、いじられる存在だったりするとなんかさちょっとさバカにされるじゃないけど、うん、そういう対象になる時もあるじゃん、まあ、そ,うそういう役に徹するっていうこともありますね、うん、だからなんかその私が芸人って名乗るのは失礼な気がするっていう発言自体も、うん ちょっと、えって思われることもあるし。捉え方によってはね。うん。だから、やっぱ、夏木真理さんみたいに、福田屋のっていけるように。そうだね。いずれはそうなりたいものだよね。うん。いや、でもね、女優の話もっとしたいの。みなみちゃんも。やめてよ、恥ずかしい。見てくれたのいや、私ね、ごめん、見れない。なんでよいや、なんか恥ずかしくて。えいや、なんかもう親心。なんかね、 ベットシーンがあったからいや、だからもう、うん、ちょっとショックだった。<laughs> <laughs> なんか、ああ、みなみちゃんが、みたいな感じになっちゃって。そうね、あのー。そう。で、で<も>私、ネットニュースで知ったの、いろいろ。ああ、ありがとう。そう。で、ああ、みなみちゃん、こういうこともして、こういうこともしたんだ、と思って。キスシーンとかね。すごいね。ね、どういう感じだったのえ、やったことないキスシーンって。ない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 来ない、来ない、来な,ない。まさぐられるシーンはあったけど。まさぐられる <laughs> どのあたりをそっちの方がちょっと嫌だよ。キスなしのまさぐられる方が嫌だよ。<laughs> っていうのあったけど、えキスってどういう,どう,いう感じなのあの、1話が、割と学生の頃の自分たちの話で、その中に、こう、30秒ずつぐらい現在の自分たちの姿が現れるんだけど、うん、<の>私見たもん動画でちょっとそこ。あ、ほんとほぼ30秒だよ、だから、うん。いやいや、その30秒を見たんだよ。背中と。キスしてると思って。 キスどういうい感じえっとねドライっていうのがまずあってドライっていうのはあれねなんかこうスタッフさんとかもみんな集まって、うん、近くに集まってこう台本読みながら、うん、じゃあこのセリフの時にこうああねみたいな、うん、動きをこうつけましょうかとかね、うんうん、そんな話をしてでその時にもちろんキスはしないんだけど、うん、そこで「はいじゃあここでキスします」って言われて「うんキスするの?」 っていうそこでえそうえ当日知ったのなんかキスしてる風でいいと思ってたからえ台本に何て書いてあったのえっとと書きでさキスをするとかってなかったの唇を重ねるって書いてあったけどそれはキスですでも,でもねそれはね事前にもう初めてそのドラマやりますっていう話をした時に <laughs>、うん、あのキスシーンとかってどうですかって言われた時にうん、うん、ちょっとそれは相談でっていう、うんうん、その場面場面で。 なんだろうその映そ,そう見えるような角度で撮ってもらうとかってあるじゃない、うん、だからそういうことも全然できますよって言ってくれたから、ね、あっかりましたじゃあその都度相談でっていう感じだったんだけど、うん、なんかさもうあや,やるんだと思って、うん、あじゃあなんか言いづらくてやりたくないなんて言えないし。うんうん 10代じゃないしさ、もう、30代のいい歳した人がさ、うんうん、キスシーンは嫌とかっつってさ、<laughs> 現場止めるわけにいかないじゃないえそれ事務所的には OK だったのいや別に誰も特にいなかったから、もう、しょうがないよね <laughs>。あ、そうなんだ。そう。で、じゃあもう、って言ってもうね、この番組聞いてくださってる方、スーさんの時もしたんですけど、この話。うん、そうなのよ。いやいやー、私見れないな、やっぱ。 ちゃうかもええ嬉しいそんな思っていただけてでもねあのちょっに見てほしいだってものまねする材料になるよそうって思ってね見たいのよ見たいのすごい見たいんだけどなんかああっていうちょっとねモヤモヤがある感じそうかでもところどころ私ちょっと見ててありがとうで結構さ喜怒哀楽激しいじゃないみんなうんうんああいう時何どういう感情でやってるの南ちゃんってえっと 結構叫んだりしてたじゃんなんか。ありますね。な、なんだっけ私に関わらないで <laughs> みたいな。みたいな。ういう私に関わらないで <laughs> みたいな。なんか、<laughs> あのね、私本当思ったんだけど、自分が思ってる4割減ぐらいになってるんだなって思った。めちゃめちゃ叫んでるつもりでも、うん、実際に放送に映ったら、すごい弱,やし弱々しく感じちゃったりとか、はあ もっと強く言ったつもりだったし、めちゃめちゃ睨んだつもりだったのに、え、なんか弱みたいな。うん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 。だから重要だ。あ、じゃあ自分で全部チェックしてるんだ。してるよもちろんしてるし、できればリアルタイムで見たいと思うから、全部リアルタイムで見てる。素晴らしい。思い切った曲の話を堂々としてるけど、ずっと長々と。でもね、みなみちゃんの話だから。ね、あやのちゃん最近、重要業はどうです私、最近お芝居はしてないかな。 やりたいとは思う、うん。そうだね。なんかやるなら、私、なんかちょっと、やっぱ、変なのがいいかな。うん。私、<え>昔、うん、えっと、それこそ TBS のドラマで、アンド・ロイド。見てた。あれが一番、あやのちゃん印象に残ってるもん。木村拓哉さんのね。木村拓哉さんと柴崎孝さんのドラマで。本田翼ちゃんとか。それこそ山口さやかさんも。そうだ。出てらっしゃって。で、その時私、あのー、 ロボットの役だだったんだけどあれが一番自分の中でしっくりきてて<ー>なんかやっぱ普段モノマネやってるから、うん、何か例えばこう主人公の友達役とかじゃなくて何、うん、かにこう分かりやすくなりきるっていう方が、うん、すごくなんかこう,なんだう心地いいっていう言い方あれだけどだ,だからあのアンドロイドは本当に自分の中ですごい楽しかったし。うん 私もあのえのちゃんが一番好きだった。本当はうん。あの, <laughs> あの、あののちゃんが一番、あ、本当ありがとう。あの、心がない感じもちょうど良かったんじゃない <laughs> そう心がないのが自分にぴったりだった、うん。うん。心消してるっていうかさ、もともとなんか、あやのちゃんってでもよく笑うんだけどね。本当によく笑うし、だからね、激しいのよ。本当に、あ、面白い、面白いって思ったら笑う。面白くない、うん、興味ないって思ったら本当に無。そう。だから、あの、 エレベーターが閉まるまで、バイバーイって言って笑ってる人がさ、エレベーター閉まった瞬間にパッて無になるじゃない私割と、ニコニコしたまま残っちゃうの、それが。閉じてそのまま、なんかパッて消せないの。<え>なんか、一応、余韻に浸るのなん <laughs> てやってから、ちょっとずつ笑顔をフェイドアウトさせていくんだけど、<laughs> あやなちゃんも、もう、ひぱってなくなるじゃん、笑顔が。なくなるね。さっきまで、はぁははっていう、もう、 ど、どうしたのみたいな。もっと面白いこと言わなきゃ、そうそうこの子、ずっと真顔をどうしようみたいな。<laughs> 私ね、いや、基本は楽しんでるんだよ。あの、うん、心の中で。でも、あのね、顔疲れちゃうし。わかる。本当わ、うん、かるわかるよ。だから、顔疲れるから、基本、あの、あんまり動かしたくない顔。うん。私はね、唇が痩せちゃうから、あんまり笑わないようにしてるの最近。唇が痩せちゃう <laughs> え、何一人で笑ってんの <laughs> 何え なんか、あのさ、人って、愛想笑いとか、ニコニコしたりとかすると、唇が横に引っ張られるじゃない喋ってる時もそうなんだけど。だから、私あんまり口開けても喋らないし。喋んないよね。口開けないよね。そうでしょあと、あの、なんだろ。うそうでしょずっと、口を尖らせてるの。マスクの中でね。普段こう、マスクしてないとブリッコだと思われるから。だから、うーってずっとチューの口をしてるの。え、気持ち悪っ。 してんの <laughs> これは、あの、唇を中心に寄せて、うん、唇をふっくらさせるためのトレーニングなの。本当にそんなトレーニングあるのある。あの、唇をうーってすっごく前に突き出して、うん、で、つるぐらいに突き出すわけ。もう、うーって。思ってる以上に。うんうん、で、痛くなるぐらい2分間やると、唇がすごくふっくらするの。だからそれを言われてから、そのトレーニングをやり始めてから、うん、無駄に笑うのやめようと思って。うん 縦に笑ってる<笑>やだやだやだよそんなみなみちゃん見たくない <laughs> 家でバラエティーとか見てて面白いなって思ったら、<laughs> 縦,に縦に開けるようにして。でも横よりは縦のがいいっていうの聞いたことあるけど。だから私は横、うん、普通は横じゃない。うん、だから私は丸で開けてる。<laughs> てああ、そうだよね。もう丸だね。がっつり開けてる。 今の若い子って全部、いいで喋るじゃん。だからこうなんかちょっと潰れた声っていうか、うん、うみんななんかわかるわかるって全部いいの口で喋れちゃうんだよね。うん、だけど、やっぱ、縦に開けるっていうことが多分、大事なんだと思う。うんうん、<laughs> だから、おほほほほほ,ほって笑う。どうでしょうか。いや、誰もいなかったらいいよ。お,おすすめの美容法です。<laughs> やってみるね。なんかこんなこと喋ってたらもういつの間にか、時間時間 今週は5で以上ですって。ね、あ、そうあら、まあ、あ、なんかモノマネ1個新しいのある <laughs> 私でも最近、本当にみなみちゃんに言ってごめん。私みなみちゃんは。ね私言ってくれてるらしいね。え、すごい言ってる。デパートリーに入れてくれてる時あるよね。私の前。入れてくれてる時っていうか、もう自分の中でできたって思ったから、もう基本入れてる、ずっと。嬉しいけど、私の決め台詞ってないじゃん。 だから私、うん、私もまだ見つけれてないの。でしょそう、見つけれてなくて、だからやるときは、あの、相槌が早い田中みなみっていうのをやってて。え、やってなんかさ、こう、例えば MC の人とか、うん、なんかゲストの人がこうやって喋ってるじゃん。そう喋ってたときに、うーん、うん、うん、うん、えー、うーん、うんって結構こう食い気味にやるっていう。え、やだそれ。<laughs> 挨拶が下手って、アナウンサーとして致命的だから、だったらなんかネタ提供するよ。私、なんだろう。なんか決め台詞は私が今年1年かけて考えればいいんだよね。うね例えばこうコマーシャルとかでさ、うんうん、これを言ってるよね、みたいなのがあればいいわけでしょ。もうそういうのがあると、やっぱ見てる一般の視聴者の方たちは、ねね、みなみちゃんだってやっぱわかる。そうなんだよね。あとは、その、ホットヨガを勧すすめる田中みなみとか。それお願いします。ねえ <laughs> のちゃん、ホットヨガ本当にすっごい すごくいいよ。ね、ホットヨガって、ほんとにすっごーくいいから、やってみて。あ、ちなみにホットヨガ、ほんとにすっごくいいから汗ね、すっごくかくんだよ。<laughs> <laughs> じゃあ、それは補足するとしたら、ホットヨガよりも最近はマグマヨガがいいかな <laughs> マグマヨガは、もう、溶岩石の上でやるから、ミネラルも存分に浴びられて、すんごくいいよ。<laughs> ありがとう。すんごくいい。ありがとう。<laughs> 一連でやってそれそれからもあやのちゃんにネタ提供をしていきたいと思いますありがとう、ね、今日はありがとうございましたエンディングお付き合いくださいうはいうん来週はもう少し身のある話をしますオホオホホホこれが一番有意義だからオホホホホホホホ縦に口を開けて笑うと唇がふっくらしますからね、はい、やりますさん温かな週末をお過ごしくださいお相手は田中みな美と福田井奈でしたまた来週